キャサリン・スー・ウィッツァーは、アメリカの女性マラソン選手、解説者、社会運動家。1967年に性別を隠して、ボストンマラソンに参加し、レース中に妨害を受けたことで有名になる。記録は4時間20分。当時としては、十分に早い方と言える。その後、女子マラソン普及に尽力する。1997年、解説者として、エミー賞を受賞する。 日本では文献によって性は、シュワイツァーとも表記される。シラキウス大学のクロスカントリーチームで長距離走のトレーニングを積む。1967年、女性の参加が認められていなかった、ボストンマラソンに性別を悟られないよう、KV スイッツァーの登録名で参加する。レース中、女性だと気づいた主催者の一人、ジョックセンプルにゼッケンを外すよう妨害されるが、 協力者に守られ感想を果たす。センプルとは1970年代に和解し、女性のマラソン参加への協力関係を築いた。1972年、英ンインターナショナルウィメンズランニングサーキットを創設する。同年、ボストンマラソンが女性参加者を公認する。百七十四年、ニューヨークシティマラソンで優勝する。百七十五年、 ボストンマラソンに1982年、アタランタスポーツプロモーションを設立し社長に就任する。1997年、ロサンゼルスマラソンの開設でエミー賞を受賞する。2011年、アメリカに貢献した女性伝道に選ばれる。2015年、女性支援団体261フィアレスを設立する。2017年、 1967年大会と同じ261番のゼッケンをつけてボストンマラソンを完走する。ありがとうございます。